ちゃっ、こんにちは。さあ、豊さん、はい、今年の、トライアウト、そして現役ドラフトの日程が正式に発表されました。はい、12球団合同のトライアウトは11月15日に行われ、はい、現役ドラフトは12月8日に実施ということで、まあ、去年初めて現役ドラフト行われて、今年ももちろん12月に行われるということですけれども、まあでも細川とかさ、はい、大竹を見ると、うん、まあ成功かなと思うよね。そうですね。ああやって働き場所をね、はい、新たに見つけて成績を収められるっていう、うん、まあ、細川なんかレギュラーみたいな、はい、で大竹なんていうのはローテーションの軸みたいな。そうですよ、10勝でね、はい、だから10勝以上でしょ大竹がね、はい、まあ成功って言ってもいいのかなとは思うけどね、はい、うん、ただその一方で1年で結果を出さないとダメというのも何かちょっと、うん、証明されたような気がして、例えば、うん、ロッテから現役ドラフトでヤクルトに行った成田翔選手が戦力外通告、はい、で本人はまだまだ現役続行をというふうに表明してるんですけれども、うん、現役ドラフトで来た選手のその厳しさまあ、扱いはやっぱ厳しくなるよね、はい、まあ、厳しくなるっていうかやればしっかり面倒見てくれると思うけども、はい、やっぱできないっていうふうに判断下した時には生え抜きと比べた時に、はい、じゃあもうこっちをっていうふうになっちゃうよね。そうですね、現役ドラフトで来た方をっていう、うん、まあ、同じような力関係であればね、はい、まあ、そのぐらいこう球団っていうのは生え抜きの方が愛情があるしね。あ、まあそうですね。だからまあこれは勝負の世界だし、まあ、そういう世界だからまあ仕方ないとは思うけどもね、うん、だから力がないと、まあ、1年で危ないよっていうことにもなりますね。まあまあ もちろんなるな、まあ、これはしょうがないよね。現役ドラフトにかかるぐらいの選手っていうのはもともとの球団にいてもチャンスがなかったりするわけだから、うん、はい、もし移籍するときにはね、緊張感を、それなりの緊張感を持って、はい、行かないとね、うん、なかなかこう活躍の場っていうのは見つけられないよね。そうですね、はい、まあ、でも先ほどおっしゃったように細川選手だったりとか大竹選手がすごいいい成績をやっぱ新天地で残したということで、じゃあこの結果を踏まえて今年の現役ドラフト、各球団の監督がこういう成功例もあるんだって思った時の思惑というか、出す選手、欲しい選手のその駆け引きというか、これどうなってくると思います？去年とまた違って、誰を出すかによって苦渋が決まったりだとか、はい、だからセ・リーグの選手が絶対パ・リーグに行くとかそういうことじゃなくて、それは横浜だって中日に細川を持っていかれて、はい、細川にやられた試合もあるしさ、はい、だからまあ、いたし返しというね、まあ、そういうことも起きるし、まあ、これはもうしょうがないけども、はい、なんか話によるとよ、うん、2人以上っていうふうに言われてても規定では、はい、結構な人間を出した球団もあるらしいな、うん、あ、この中からっていうふうに、例えば、まあ、4、5名だったりとか、まあまあまあ言えばね、はい、まあ、これ2名以上って言うから我々はもう2名までかなっていうふうに思ってたけども、うん、はい、内情はそうじゃなくて、そういうふうにいっぱい出しておいてそこからのピックアップとか、うん、まあ、そういう球団もあるらしいんだよね。あ、そうなんですね。だからでもそれは駆け引きだし、うん、はい、あ、これはっていうのを持っていったら順番が自分たちで回ってくるわけだから、よりいい選手、まあ、いい選手というか、うん、そのチームにね、はい、必要だなと思う選手がより取れるわけじゃない、うん、そういう駆け引きも今年は結構出てくるんじゃない。そうですよね、うん、でまず条件としてはもちろん去年同様2人以上は出さなきゃいけないし、はいはい、で年俸がその5000万円以下で、1人であれば9999万円、いわゆる1億未満の選手は1人だけ出せるというところで、あとは例えば FA にかかって FA の権利を持ってないとか、複数年契約してないとか、その年で契約終わるとか、いろいろまあ条件はあるんですけど、そうなってくると、あ、うちのひいきのチームからは誰が出されるんだろうとか、結構みんなやっぱり考えますよね、ファンは。まあまあ考えるよね、うん、でもそれはオフレコだし。そうなんですよね。いや、それはやっぱ選手のプライドというか、うん、そういうのを守ってあげなきゃいけないしね、うん、逆に言うと、いや、うちを出て他のチームに行った方がこの選手は絶対活躍できるって思ってる選手っていますもんね。いや、それはいるよ。そうですよね、うん、この球団じゃなかったら俺はあそこでレギュラーになってるとかさ、うん、まあ、そういうふうなことは考えてる選手はいると思うよ。各球団誰を今年はじゃあ出してくるんだろう、
まあ一旦整理をされないと浮かんでこないよね、はい、まあ、そうですよね。これはなぜかというと、まあ、戦力外と、うん、まあ、現役ドラフトって違うし、はい、だから戦力外っていうのはもう発表には徐々にはなってるけども、はい、でもできたわけじゃないじゃない、うん、だから意外だったのが北条であったり高山であったり、はい、これはあの現役ドラフトの効果なんかっていう風な感じはしてたんだけども、もう戦力外にするぐらいだから、うん、だから違ったんだと思って、うん、だからそこら辺の駆け引きっていうかそういうのは結構各球団持ってるよね。そうですね、だからできらないとなかなかわからない。そっかそっか。できてなくてじゃあ阪神から誰ですかねって言ったら、いや北条とか高山とか今年チャンスがもらえなかったから現役ドラフトかなって言うと戦力外になってしまうわけじゃない、はい、だからこれはやっぱこうちゃんとできらないとわからないよね。そうですよね、うん、うかつなことね失礼だし言えないし確かにそうなんですよね、うん、でもなんかすごく思ってるのは、例えば私巨人だったら私松原選手好きなので、うん、例えば松原選手他の球団だったらチャンスあるのかなとか思ってしまったりとか。でもここまでチャンスがないっていうことはどうなんだろうね、うん、ジャイアンツで。そうなんですよね、うん、だからそれをやっぱり現役ドラフトに出されてもちょっと疑っちゃう部分ってあるよね。だから今年なんかはソフトバンクで言えば、うん、これ失礼だけども、うん、井上っていうのがね、はい、ものすごく将来性を感じる選手が出てきたんだよね、うん、サードに、はい、今サードやってるけどさ、だからリチャードっていうのが浮いてくるんだよ。そうですね。そしたらリチャードっていうのは人気が出ると思うけどな、うん、確かにそうですよね、うん、もしね出すんであれば、うん、だからまあ仮にね、うん、もちろん仮に、まあ、そうなったらリチャードっていうのは人気になってくるだろうしなと思って。あと私まだ大好きなのが日本ハムの浅間選手がすごい好きなんですけれども、あの怪我から復活して一軍ちょっと出たんですけど、うん、それ以降が出てないので、まあ、まあそうだな、そうなんですよ。どうなのか、でも多分各球団こういうふうに考えるんですよね、あそこはあの選手出してくるかなとか。いやいや、でも各球団は あれを出してくるかなっていうよりも、うちのチームから誰を出すかっていうのが手一杯で蓋を開けてみましょうって言って、うん、全球団の全選手っていうのは、うん、そういう会議に出る人っていうのは大体頭に入ってるから、はい、で成績もこうちゃんと揃えてるだろうし、これにしようかなとか、はい、まあ、そういう会議には多分なってくると思うから、うん、まずはやっぱり自分のところの誰を出したら順番的にはこのぐらいで回ってくるといいなっていうことは考えてると思うんだよね、うん、そうですよね、うん、去年の一番人気が日本ハムが一番人気で、あの古川選手、古川投手、うん、だったっていうふうにはすぐ記事には出てましたけど、まあ、そうだね、うん、だからもうちょっと透明感があってもいいよな確かにそうなんですよ、あまりにもちょっとなんか閉鎖的ですよね。いやまあでもな、出されてる選手っていうのはモチベーション下がっちゃうしなしかも出されてる選手が全部リストアップされて、えその選手がもらい先がなくて同じとこ戻ってきちゃったみたいな、まあ、それもあ、もありますし、ね、そういうことはやっぱ選手のプライド的なこともそうだな、ありますね、だからモチベーションに関わるからね、次の年の。そうですよ、ね、あれ出てたけどもらえなかったもらってくれなかったみたいなこれここに言えるんだもう一回みたいな。いやそう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 なるからね。え選手にも伝えないんでしたっけ、あれ多分伝えてないと思う。だからまあトレードと一緒だよね、トレード されるまでは全くわからないから、当日水面下でこうやって動いてて、あここで成立したら伝えるわけだから。はい、決まった、明日からみたいな。まあ明日からあのトレードが決まったから行ってくれっていうことだから。そうか。多分そういう形を取ってると思う。そうですよね。うん、じゃないと言えないし、でも選手側からもう12月に入ってるしね。はい。球団に対してね、はい、現役ドラフトもいいから出してくださいっていうことは言えるよね。うん、それいいですよね。あ、それはいいよ。うん、だから細川なんか本当に。DeNA でもチャンスがないっていうふうに思ってたはずだから、はい、それを願ってて、うん、それをバネに活躍したけどね、はい、だからそういう形があっても俺はいいと思うしさ。そうですよね、うん、まあ大竹もしっかりだよね、はい、使ってもらえない、うん、いやそれだったら他でやりたいって、うん、で早稲田ねやってた岡田監督になって、はい、なんか後輩の大竹がいると、うん、まあ岡田さんって野球が好きだからいろんなところに、まあ、話も聞いてただろうしね、はい、で大竹っていうのは使えるっていうのはもう見込んで取ってるはずだよ、うんうん、だからまあ計算通りだよね。
そうですよね、うん、素晴らしい働きして、そしてそう、うん、だからまあ12月8日、はい、まあこの結果っていうのはすごくな、うん、まあ楽しみだしね。そうですよね、うん、またこうやって細川とか大竹みたいに、うん、まあ、活躍してくれる選手がね、はい、どんどん出てくることを願ってるけどもね。そうですよね、うん、あのこの後動画でも去年ね、やっぱ元気ドラフトいち早く、はい、まあ、この選手ここ行きましたねっていうのをお伝えしたので、はいはい、アンテナ張りまくりでもね情報どっかからアンテナ拾ってきてください。本当だよね、はい、頑張りますよ。はい、わかりました、はい。